ヤグタンです。さあ、ということで、今回はですね、超魔導騎士、ブラックギャワルリエ、こいつを使っていくデッキの紹介となっております。で、ちょっとね、考察のお時間です。はい。ちょっと考察のお時間です。皆さん、このカードって言ったら、暗黒騎士ガイアに非常によく似ていますね。馬に乗っていて、誰かがいるっていうような形。で、ちょっとね、攻撃力計算をしてみようかなと思っております。ということで、数値の参考資料として、まず、これね、皆さんもちろん知っているでしょう。暗黒騎士ガイア。馬と上の騎士。これが、それぞれの、攻撃力の対象となります。攻撃力は、まず2300ですね。はい。で、この暗黒騎士ガイアの派生カード。こちら。竜騎士ガイア。はい。こちらの竜騎士ガイアは、攻撃力が2600なんですよ。うん。暗黒騎士ガイアが2300、竜騎士ガイアが2600と。で、この竜騎士ガイアから、察するに、これ、カースオブドラゴンに乗り換えてるんですね。この上の騎士は。カースオブドラゴンに乗り換えてるんですよ。じゃあ、カースオブドラゴンの攻撃力はいくつかって言ったら、はい、こちら。2000なんですね。うん。ってことは、その差額分、2600から2000引いて、竜騎士ガイアの上に乗っている騎士の攻撃力600です。ということは、はい、この暗黒騎士ガイアのこの下の馬の攻撃力2300引く600なんで、こいつの馬単体で1700の攻撃力を誇るということですね。はい、じゃあここから逆算していきましょう。はい、こちら、ブラックキャバルリー、キャバルリーは攻撃力が2800なんで、ここから1700、馬の攻撃力の1700を引くと、この上に乗っている騎士の攻撃力は1100となりますね。1100か、馬の方が強いんだね。ということで、そんなのはどうでもいいんだよ。そんなのはどうでもいい。今日紹介するデッキは融合主軸デッキです。これね、強え。強えは、融合主軸でワンキルもできちゃうデッキとなっております。竜魔道の守護者、これめちゃくちゃ優秀だって、召喚、特召喚に成功した時に、まず手札を1枚捨てると。で、そうすると、デッキから融合通常魔法カード、またはフュージョン通常魔法カード1枚、手札に加えることができるんですね。うん。じゃあ、それでね、何を加えていくかって言ったところで、こちらです。ネオスフュージョン、または、マジカライズフュージョン。この、いずれか引いていきたいかなと思います。まあ、ネオスフュージョンはもう言わずもがな知れた最強カードなんで、ネオスフュージョンは普通に素引きできていると仮定して、このマジカライズフュージョンを持ってくることができると。うん。じゃあ、この場合ね、何ができるかって言ったら、まずネオスフュージョン使っていきますね。で、ネオスフュージョン使っていくんですが、もちろんね、助けると、あとはネオス。これで、ブレイブネオスを出していきましょう。それでポイントとなってくるのが、この竜魔道の守護者。これね、手札を1枚捨てることが可能って言ったところが非常に大きいところで、これね、何を捨てていくかって言ったら、こちら、沼地のマシン用、もうこの辺りを捨てちゃってください。で、融合できない場合は、沼地のマシン用の効果で融合を持ってくるとかでも全然いいんですが、そうでない場合は、沼地のマシンを捨てちゃってください。そうすることによってですね、次のこちらのターンで、はい、こちら、デブリドラゴンを出すことによって、皆さん何が起きるかわかるでしょうか。そう、このデブリドラゴンを召喚することによって、墓地のレベル4以外のモンスターを、リクルートすることができるんですね。ってことは、この沼地のマシン王を、フィールドに呼び出すことによって、星3と星4のシンクロができると。そう、ブラックローズドラゴンが出せちゃうんですよ。で、ブラックローズドラゴンの効果って言ったら、召喚に成功した時にフィールドのカード全破壊なんですよ。そう、全破壊。全破壊ぶっ飛ばした後に一気に特召喚していくっていうのがこのデッキのミソです。で、なおかつ、まだね、墓地にネオスフュージョンがあるのであれば、ブレイブネオスの破壊体制で、ブレイブネオスはね、守っていけると。で、このマジカライズフュージョンを使うことによって、自分のフィールド墓地から魔法使い族の融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを除外して、エクストラデッキから融合召喚するっていうことで、こちら、超魔導騎士、ブラックキャバルリー。これね、魔法使い族なんで、ブラックマジシャンプラス戦士族と。で、このブラックマジシャンはね、僕のデッキいないんですけど、はい、こちら、沼地のマシンを、こいつを融合素材とすることによって、ネオスが墓地にいるので、ネオス除外して、一気にブラックキャバルリーを融合召喚することができるといったような形ですね。で、なおかつ、これ、ネクロフュージョンも採用しているので、シンクロすることによってデブリドラゴン墓地に送られますね。で、ドラゴン族が墓地に送られると。で、なおかつ、竜魔道の勝者、こいつもドラゴン族なんですよ。で、ドラゴン族と融合素材、この二つを掛け合わせることで、
流破壊の剣士バスターブレーダーも出していくことができるといったようなね、めちゃくちゃ展開力のある融合デッキとなりました。さあといったところで、このお馬さんの方がねお馬さんの方が強い、このブラックキャバルリー、これさ名前が超魔導騎士ブラックキャバルリーってあるんだけど、これが超魔導騎士で、この馬がブラックキャバルリーかもしんないねメインの名前の方が攻撃力の高いこのお馬さん、1700のお馬さん、ブラックキャバルリーという名の個体の馬かもしれない。さあということで、ヤグタ毎日19時に動画の方アップロードしております。もしねこのデッキ、この動画少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタン押していただければめちゃくちゃ嬉しいです。で時々ゲリラで上げたりもするんで、ぜひぜひ通知オンにしていただけると、これまた嬉しいと言ったような形です。さあそれでは早速デュエルの方やっていきましょう。行くぜデュエルスタンバイ。さあそれでは対戦よろしくお願いします。海馬の瀬戸くんですね、どうぞよろしくお願いします。先行まずネオスフュージョンをできれば引いていきたいところだが、引けていく、素引きで引けていく。さあじゃあここは普通にネオスフュージョンがあるんで、別に沼地のマシン王の効果使って融合を持ってくるっていうことはせずに、普通にネオスフュージョンで助けると墓地を送って、ネオスをリリースしてブレイブネオス出していきましょう。これでね、助けるとか墓地に送られることによってかなりの確率でワンターン耐えていきます。でなおかつね、ブレイブネオス出てるんで、そもそも破壊耐性がついてるブレイブネオス正直めちゃくちゃ強いっていう話だな。で手札をね今捨てました。沼地マシンを捨てることによって、これね次のターン一気にブラックローズまで展開することができます。できます。デブリドラゴンがこちらね手札にあるんで、さあこれで何でもしてくれと言ったような感じで、ギャー感じだギャ儀式か、千住語で何が来る。わお、マルショーブカウスですね。了解。これでねこちら魔法カードが非常に使いにくくなりました。で高等技術、はい了解です。じゃあデッキからなんだろう、ブラックマジシャンかな。あーそうですね、ブラックマジシャンをリリースして、はい来ました、マジシャンオブカオス。これでこちら魔法、そしてトラップカード非常に、ね、使いにくくなった、そういった状況ができましたね。なおかつネオスフュージョンおーすごいな、欲張りデッキだな。うむー、しかも貝馬瀬とか、これは粉砕か、粉砕でしょうね多分ね。これはあのカオスの効果ですね。こちらのモンスター破壊しに来てるけど、もうこれはネオスフュージョンで守っていきましょう。うん、それをしないと多分ねワンキルされちゃうね。でここでね非常に安心できるのが、助けると墓地に送っているって言った一点ですね。これすごくいいです。はい、さあ来い。でブレイブネオスクール、でここで粉砕だよね。まあなんか AD チェンジャー、あーそういうことですか。AD チェンジャーか、要するにあれか、あの千住ゴッドでも火力越していけるようにしたっていう話だね、1400で。なるほど。まあなんせこっちは助けると1体あるんで、まあモンスター2体破壊は確定だけど、1体壊される、うん、はい、もうこれも壊されましょう。で3200打点を止めていきましょう。まあ食らってってもいいけど、まあまあここは止めていきましょう。やっぱ3200はでけえわ。さあ助けると飛んで相手の攻撃を止めていく。じゃあもうこちらねやること決まっております。ドローが、あネオフィか、最高ですね。さあそれでは行くぜ、デブリドラゴンの効果発動、墓地の沼地のマシンをフィールドに呼び覚ます。はい、特殊召喚です。ブラックローズドラゴン魔法トラップカードも使ってないからね、相手のマジシャンオブカオスの間をくぐり抜けていくぜ。ブラックローズドラゴンの召喚時の効果全破壊。あネオフィで守ってくると、そりゃそうでしょうね。これね順番間違えちゃダメです。まずマジカライドを使っていきましょう。で墓地のここね、ブレイブネオスでよかったかもね。うん、さあブラックキャバルリーを出していく。はい、まだ終わんねえぜ、ネオスフュージョン。これでブレイブネオスを出していく。ネオスと、あーうん、沼地のマシンを送ったね。うん、あ今のデブリドラゴンでもよかったかもな。どうせデブリドラゴンもこれ以降使えないんで。で攻撃3300打点で殴っていく。 OK、そしてブレイブネオスの効果発動、ネオスフュージョンをサーチしていきます。でこれねネオスフュージョンサーチすることによって、ブラックキャバルリーのね無効にするっていう手札コストができるんで、それも地味にでかかったです。さあということで対戦ありがとうございました。さあ続いてはまた貝馬瀬とか、あしかも次はあれだ、新ワールドの貝馬瀬とだ、髪にアクセサリーがついてるぜこれ何やったっけ、美女見せるやつだったっけ、この髪についてんの。
とりあえず龍馬道の守護者が来てるんで、手札1枚捨てて、ネオスフュージョンかマジカライズか、まあここはネオスフュージョンですね、うん、やっぱネオスフュージョンがないときはネオスフュージョンを出していきます、使っていきましょう。で、ネオスフュージョンの効果発動、ブレイブネオスを出していくと。で、タスケルトンですね、これ墓地を送るのは。やっぱね、タスケルトンを送るっていうのがめちゃくちゃ強いですわ。うん、攻撃1回防げるっていうのがすごくいいわ。で、生物でこれでターンエンド。生物でね、守っていけるのもかなりでかいですね。うん、火力面で相手に抜かれたとしても、生物で、こちらね、破壊も免れるし、相手の火力も下げていくことが可能っていうのがかなりでかいですね。イニシエのルール。おわー、ブルーアイズだ。ブルーアイズが出てきましたね。これはまあ、生物はね、ちょっと待ちましょう。生物は待ちましょう。あー、なるほどね。オルタナティブか。了解です。オルタナティブの破壊効果使ってきますよね。はい。これはね、やらすわけにはいかない。これ生物で逃げていきます。これで相手の火力を下げつつ、はい、OK ですね。2600、2500打点下がれ。2600か。2600打点下がる。2500打点だ、ごめん間違えた。2500打点下がる。暗黒界、暗黒界ですか。もうネオスはいらないね。あー、うん、そうだね、これでいいね。で、カード伏せ、ホワイトベンシェントの効果発動、これでブルーアイズが出てくるっていうような形か。了解です。まあ生物がこちらあるんで、あ、すびきできた。マジカライズフュージョンすびきできたんで、じゃあ早速使っていきましょう。マジカライズフュージョンの効果発動です。さあ、ブラックキャバルリー使っていくぜ。まあもうネオス1枚と沼地でこれでいきましょう。はい、ブラックキャバルリー出てくる。こう馬の攻撃力1700出てくる。攻撃力3400です。で、これはね、生物、相手のバックが非常に怖かったんで、生物は手札に使っていきたいね。このさあ、とりあえず弱いモンスターから、この攻撃反応なんだろうね、相手のチェーンがめちゃくちゃ怖いんですよね。で、ブレイブネオス、ここは通るの？通らないの？クリボール、クリボール、クリボールか、クリボールか。さっき、あ、ちょっとこれわかんないな。もう生物使っていきます。生物使って、もしね、ウェブ4とかやったら絶対さっき使っていってたんで、さあ、相手の火力、ゴリゴリに下げて、攻撃。はい、ということで、生物もね、やっぱりこのデッキめちゃくちゃ強えわ。ということで、対戦ありがとうございました。もしもしね、このデッキちょっと眠ければ、ぜひぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録していってください。それではまた19時の動画見てください。またね。